父が、6年前に、起業しました。昔は雇われて知り合いも多く面白い人でしたが、今は言わなくていいこと言ったり頑固で、知り合いが、激減しました。どうしたらいいですかってことなんですが。そうですね。まあ、ただ、知り合いが減ってくのは悪いこととはですね、言えなくてですね、20代の時点では人脈増やした方が幸せなんですけど、30代以降では基本的にはですね、人脈を減らしていった方がいいので、まあ、ある意味いい感じに整理されてきたっていうふうに考えてみてもいいかもしれません。だからその、業績が悪くなったりとか、なんかね、良くないことが起きた場合は問題だけど、じゃなければ、僕もそうですけど、僕もやっぱ人間関係減らしてってますからね、どんどんね。やっぱりこう、付き合わなくていい人たちっていっぱいいるので、うん。だから付き合うべき人たちってすごい少ないんで、取捨選択ができたようになったらいいんじゃないかなと思います。業績に問題がないんだったら、自分のメンタルに問題がないんだったら、友達は少ない方がいいですよ。うん、めんどくさいんで。逆に自分が、生活が豊かになるんだったら増やした方がいいけど、そこら辺は明確に決めた方がいいと思います。何のために人を増やすのかってことを、決めておいた方がいいと思いますけどね。はい。数が多ければいいというわけではないです。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。